尻ぽがね、ブツがね、ポドローンってね、ポロンってこんにちはしてたの。ルル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 ル。はい、どうも、新宿二丁目最強のバルク、ハガセブンです。はい、今回も、トレーニングの解説していきます。いや、しないです。はい、前回はね、僕の、高校生の頃の、まあ、柔道部内の、まあ、男事情のお話しました。まあ、結構間が空いてるんで忘れちゃってる人いるんじゃないかな。はい。でね、まあ、一つ年上の H 先輩の、下の毛を、むしられた下の毛を、まあ、こっそり持ち帰って、まあ、10年間今も机の引き出しにしまってますよっていうお話と、あと後輩がね、まあ、ちょっと可愛いやつがいたっていうお話しました。うん。ちょっとひげ剃ってねえんだよな。ちょっとひげが濃く見えちゃうかも。で、下向いて話してるからちょっとね、二重顎になって、顔がでかく見えちゃうかもな。そういうとこちょっと気にしたんだけど、うん。でね、まあ、あのお話をした後にね、実は、まあ、僕のね、柔道部の同期がね、高校の柔道部の同期が結婚して、まあ、結婚式、今披露宴から行ってきたんですけど、まあ、披露宴からね、その、H 先輩がいたんだよね。まあ、その、同期の、会社のね、先輩でもある H 先輩なんだけど、いてね、まあちょっと焦ったよね。まあさすがに彼はね、見てないと思うんだけど、一番焦ったのはね、まあ二次会でね、その、タイプだった後輩のやつがね、後輩の子が、来てたわけですよ。うん。二次会に、やべえ、いると思って。で、その子からね、なんて言葉が出てきたか、まあ、ハガ先輩、お久しぶりです、みたいな。YouTube 見てますって言うんだよ。YouTube 見てますって。で、あ、終わったって思って。うん。終わったよね。多分、僕の、まあ、お世辞で言ってるのかもわかんない。まあ、僕は YouTube やってるっていうの、今は知ってるけど、動画本当に見てるかは知んないけど、あ、終わったって思って。うん。まあ、いいじゃん。まあ、見てる？これからもよろしくね。うん。でね、まあ、気にしないでね。うん。そんなね、うん。真剣に話してるわけじゃないからね。うん。で、まあ、今日はね、まあ、高校生の頃のお話、同じく高校生のお話で、クラスでのお話をしようかなと思ってね。うん。で、まあ、そろそろ話しづらくなってくるけど、まあ、いいよ。うん。もう、ここまで来たらね、もう、割り切ります。割り切る。うん。まあ、僕はね、まあ、高校に入った頃、あ、終わっちゃう。うん、まあ、僕はね、横浜高校に最初分離コースっていうね、まあ、いわゆる普通コース的な、まあ、勉強と、あと、まあ、部活を両立するみたいなね、コースに入ったんですよ。うん、なんか、親がね、まあ、お前は勉強もさせたいっていうからね、最初その、まあ、分離コースっていうのに入れられたんだけど、まあ、横浜高校にはね、まあ、特進コース、あと分離コース、あと特性コースっていうね、3つのコースに分かれていて、まあ、僕の代はね、1組から3組が、特進コースで、確か4組から6組が分離コース、で、7組が特性コースだったかな。8組にまであったかはちょっと忘れちゃったけど、まあ、こんな感じに分けられてました。で、特性コースってのは、スポーツクラスってのはね、1組しかないんですよ。うん。まあ、ちなみに、A 組から D 組っていうのもあって、その人たちは、まあ、横浜中学校から上がってきた、人たちなんですよね。まあ、横浜高校ってまあ男子校ではあるんだけど、まあ、2020年からまあ共学になっちゃうんだけど、まあ、男子校なんだけど、まあ、中高一貫の学校でもあるんですよ。うん。で、まあ、僕は最初分離コースだったんですけど、まあ、2年生になるとね、2年生になると同時に特性コース、スポーツコースに変えてもらったんですよ。うん。まあ、柔道部の顧問の先生がね、まあ、特性コースの担任やってて、まあ、冗談か知らないけど、特性に入れてやろうかってね、言ってきたんで、まあ、僕はね、押し切って、入れてくださいって、もうしつこく言ってね、猛烈にもう、なんだろう、頼んだんですよ。うん。そしたら入れてもらうことになった。うん。まあ、その時ね、まあ、ただ、まあ、書類のね、作業とか、誰かに許可取ったりとか、印鑑とか、すごいめんどくさかったと思うんだけど、まあ、僕もね、当時の校長先生と、うん、対談?まあ、面接したりしました。で、晴れてね、2年生になると同時に、特性コース、うん、まあ、スポーツクラスに入ることができたんですよ。で、初日のね、
出席確認のためにも先生が名前一人一人呼ぶんですよ。そしたらもうびっくりしたんですよ。何にびっくりしたってね、まあ、そのスポーツクラスにはね、小林が2人いて、斉藤が6人いて、あと僕の下の名前良平って言うんだけど、良平も2人いて、あと渡辺も2人いたんだよね。すごくね、やばくね。まあでね、その名前は控えるんだけど、まあ、そのクラスの中の S 君っていう子にね、まあ、軽く恋したんですよ。今考えるとね、お前どうしたみたいなね感じで、今と全く好みの顔から逸れてるんだけど、まあでも坊主だったしね、まあ、どこに惚れたんだろうってね思って、まあなんかわかんないけど S 君に惚れたんですよ。なんか可愛かった。いつもね S 君の方をね見てたんだよね。授業中も、まあ僕席後ろの方で S 君は前の方だったからね、ずっと S 君の方、右斜め前の方ずっと向いてて、休み時間も飯食ってる時もね、ずーっと向いてたわけですよ。で、これ2種目目、ケーブルクロス終わりました。はい。そしてね、なんかわかんないんだけどさ、その S 君が、俺のことをね、なんか可愛いっていつも言ってくんだよね。傘さしてるところ見ては、可愛いとか言って。で、なんか俺がさ、なんか作業してるところ、まあ美術でなんか絵を描いてると、なんか美術の授業でね、可愛いとか言ってくんの。絵じゃなくて俺のことね。マジで誤解したよね。気が合うんじゃないかなってね、当時すごいときめいてました。よくさ、もうじゃれ合ってさ、おんぶしたり、なんか手とっくみ合ったりしてさ、なんだろう、もう本当に楽しかった。なんだろう、もうニヤニヤしてさ、手首のなんか力比べしたりさ、おんぶしたりさ、やるわけよ。まあ、一番良かったのはね、プールの授業だよね。プールの授業でさ、なんだろう、騎馬戦やったんだよね。まあ、プールの中だとさ、浮力のおかげでまあ100キロ近くある僕も比較的簡単に持ち上がるじゃん。まあ、下のやつも柔道部だったような気がするんだけど、まあ、俺がなんか上になったん、騎馬戦でね。で、僕は騎手やってさ、まあ、S 君も騎手、上の役やってて、でさ、で僕とね、その取っ組みはしたんだよね。でもあの時ね、手を組んでる瞬間が本当に幸せでさ、もう上裸でさ、俺も上裸で手をさ、取っ組み合ってさ、でなんかもう裸の付き合いじゃないけど、なんかもうニヤ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 してさ、もう本当に俺楽しくてマジしょうがなかったな。でもそのプールの授業1回しかなったんだよね。何回もプールの授業あってくれればいいんだけど、まあなかなかプールの授業ってのはね、ないよ、ないもんでね。まあ楽しかった。でね、これよ、まあ、授業終わった後にご褒美あったわけで、でその着替えてる時にね、 S 君の方、まあもちろん気になるが、見てたらさ、ちぽがね、ブツがね、ポドローンってね、ポローンってこんにちはしてたの。隠しきれなくて出ちゃったの、ポローンって。あーちっちゃえと思って、もうこのエピソード聞いて誰が得すんだよって感じだからね、ちっちゃえと思った。でね、まあまあそのプールも楽しかったんだけど、まあね、いつも俺ね、柔道部の練習が終わった後にね、まあ自主トレしてて、まあ筋トレ、まあ、毎日ベンチプレスしかやってなかったんだけど、まあ、自主トレをしてたわけよ。で、まあ、第一に自分のための筋トレ、柔道の競技力向上のための筋トレで、第二の理由としてね、なんだろう、夜遅くに野球部がね、まあ、帰ってきて、でトレ室にね、筋トレしに来るんだよね。そこで S 君もいて、で S 君に会えないかなっていうのをちょっと半分期待しながら、いつも僕待ってました。でね、まあ、当時ね、ミクシーっていうアプリがあって、まあ、今から8年前、9年前に流行ってた SNS だよね。で、その夜いつも、なんだ、野球部と一緒に写真撮っては、そのミクシーに写真上げてたんですよ、投稿してたの。まあ、今で言うね、まあ、Twitter だとか Instagram だよね。もう8年、9年も前の話なんだけど、まあ、すごいですよね、SNS の進化ってね。もうミクシーやってる人いないよね。でも当時はミクシー流行ってました。みんなやってた。で、まあその、なんだろうね、足跡機能とかあったじゃん。で、僕の投稿した、で
で、その投稿を S 君、まあ、繋がってるから、S 君が見ると足跡つくじゃん。で、その足跡がつくと、よっしゃーっていつもね、電車の中でガッツポーズはしてないけど、めっちゃ喜んでました。うん。そういうエピソードがありましたね。うん。で、なんだろう。ちょっとこれ話変わるんだけど、まあ、つい最近、また S 君と再会したんですよ。まあ、それなんでかっていうと、まあ、横浜高校野球部のグループラインがあって、同期のね。で、そこになぜか俺がいるの。一人柔道部。で、あともう一人、ボクシングのね、プロボクサーがいて、まあ、高校4冠取ったやつで、そいつと、俺一人と、あと他周り全員野球部っていうグループラインがあって、で、忘年会がね、いつ、毎年呼ばれるんだよね。で、2012年は一回行ったんだけど、なんか周り野球部ばっかでなんか気まずいなと思って、2013、14、15、16、17って、毎回誘われるけど、行ってなかったの。だけど、まあ YouTube とかいろいろ SNS の活動を知ってくれてる人が見てくれてて、で、僕のことをね、呼んでくれて、じゃあ、久々に行くかって感じで行ったわけよ。うん。で、ね、みんなと会えました。再会した S 君もいた。で、S 君、俺好きだったんだっていうのを伝えました。もう笑い話になってたよね。うん、でもそういう風に笑ってくれる友達は本当最高だよ。ありがとう。とっとこ食べるよ歯型ろう、どこでも食べるよ歯型ろう、大好きなのはバナナと卵、ルールルール。